しょっと。よし、これで全部だ。本当に積み残しない？あ、俺ちょっと見てくるわ。あ、悪い。ちぃ。ん？清水先生と暮らすために辛坊は引っ越すことになった。本当に何もなくなっちゃったな。誘拐騒動も収まって普通の日常が戻ってきた。俺は相変わらず予備校へ通い、喜んででバイトをして、でも前と同じように見えるけど何か少しずつ違ってて、チーもまたチロルに行くようになった。今じゃ何もなかったみたいに楽しそうにバイトをしている。何もなかったみたいに。おい、アトスワン。どうかしたか？大丈夫、積み残しなし。これでよしっと。ありがとう、手伝ってくれて。じゃあ、アトスワン、またな。あ、予備校で。そう、何かが違ってて、だから俺はもっとよく知りたいって思ってて。どうして私の頭に手を置くんですか？コトコ、やっぱりスモモと同じくらい。あい、スモモは16センチです。聞いてません。あ、もしもし、モトスワです。で、どう？そっちの調子は。ああ、うん、これからそっち行くよ。じゃあ。ヒデキお出かけ？ああ、チーも一緒に行こう。チー行く。なあ、チー。チー？バイトとか楽しいか？チー、バイト楽しい。何が楽しい？チー、バイトする。ヒデキ喜ぶ。いや、そういうことじゃなくてさ、何かさ、こう、やってることが楽しいっつうかさ。チー、バイトより今の方がいい。え？ヒデキと一緒。チー楽しい。あ、そっか。なんか不思議だな。俺、パソコンのことよくわかんないけど、やっぱマスターってのは、パソコンにとって特別なのかな？それとも、前のマスターのプログラムが残ってたのかな？目的地ですね！知ってます！ここはスモモのマップデータに入っていますです。ここですの？ああ、国分寺ミノル様のお家です。はい、いらっしゃいませ、元スワ様。こんにちは、ゆずきさん。どうぞ入りください。ああ、いつ来てもすごいよな。元スワさん、今立て込んでて誰も迎えに出られないんだ。悪いけど勝手に僕の書斎まで入ってきてよ。なあ、すごいな。一本固定に放送かよ。あ、足元に気をつけて。え？なあ！これは。何してるの？調べ物だよ。調べ物。どうぞ。いや、ごめん、忙しいとこ。いや、チーさんも来たんだ。うん、一人で部屋に置いとくのも心配だし。あれから何か？いや、そういうんじゃないけど。そう、よかった。少し休憩だ。ゆずきも休んで。はい。チーさんについて調べた情報をまとめてみたんだ。まだ途中なんだけど。ありがとう。もっと静かに待機できませんの？こういうプログラムなのです。俺、チーがどんなパソコンなのか全然知らない。今まではそれでいいと思ってたけど、この先チーにまた何か起きて、チーがとんでもないことになった時、今のままじゃ何もできない。だから今はチーのことちゃんと知っておきたいんだ。うん、僕もできる限りの協力はするつもりだよ。
で、その中身だけどね。まとめた情報から推測すると、どうもチョビッツの開発には何か裏があるらしい。裏？まあ、やっぱり都市伝説の息を出ない話なんだけど、そのつもりで聞いてよ。究極のパソコンと言われるチョビッツシリーズ。それには、ある組織が関与しているらしいんだ。パソコンが初めて作られようとしていた頃、パソコンの開発者側とクライアントであるその組織との間で考え方の相違があったらしい。やがて度重なる組織からの干渉に開発者たちは苛立ち始めた。そして開発者たちは組織に隠れて特別なパソコンを作った。それがチョビッツ。そう、おそらくはその組織にとって相当都合の悪い話じゃないかと思うんだけど。で、その目的って？いや、そこまではまだ。そっか。悪いね、元沢さん。え？そんな謝んなくても。ミノル君はよくやってくれてるよ。僕の不用意な行動がこの間の誘拐事件を起こしてしまったようなものだから、元沢さんたちの力になりたいんだ。ミノル君。いや、それだけじゃないな。元沢さんたちにはもっと。ゆずき、お茶をお持ちしました。どうして給仕なんか。メイドパソコンはシステムで使用中なので。何言ってんだ、ゆずきこそシステムの中心なんだよ。いろいろ疲れてるんだから、こんな時に休んでおかないと。いいね、ミノル様、ありがとうございます。あとは僕がやるから、ゆずきは休んでて。あれ、ミノルくん。ミノル様、ミノル様。一晩寝れば回復するって聞いて一安心だけど、倒れるほど疲れるなんて、もしかして最近ほとんど寝てなかったんじゃ。はい。それって、俺が調査頼んだせいだよ。元諏訪様のせいではありません。私の、マシンパワーが足りないせい。そんな！な！私の処理能力がもっと早ければ、ミノル様に、ここまでご負担をおかけすることもなかったんです。私さえもっと、お役に立てたら。ゆずきさん。そのための方法が、何かあれば。ないこともないんじゃない？お前、こちら！また証拠りもなく！やろう！ああ！いってぇ。どの面下げてここに来てんだ！あい！あ、待てよ！ M に頼まれたんだよ！パソコン貸してくれって！M？ ミノル様が調査の手伝いをお願いしたのです。小島様もパソコンについての知識が豊富でいらっしゃるので。この間のことは悪かったと思ってるよ。ちょっと興味が大きすぎちゃってさ。だからこうして手伝いに。で、なんだよその方法ってのは。チョビッツの開発に関係してた組織の話は聞いたかい？それがどうした？一番手っ取り早いのは、その組織のメインコンピューターをハッキングすることさ。ハッキング？って何なんだよ！切れるとこかよ、おい！ハッキングとは、本来アクセス権のないシステムに対して不法に侵入を行うことです。そう、つまりコンピューター内の盗聴ってことだよ。そんなことできるのか？もちろん、相手の目星は大体ついてるし。ただし危険は伴うけどね。危険？どんな？相手はただのサーバーじゃない。当然いろんな防御プログラムが用意してあるはずだ。最悪の場合クラッシュも考えられる。クラッシュっていうのは、データが飛ぶ、メモリが消える、もっとひどくりゃハードディスクそのものが使い物にならなくなる。じゃあダメじゃねえかよ。お前それをゆずきさんにやられたのか。誰もそうは言ってないだろう。実際 M には反対されたんだ。ミノル様が。ああ、僕は提案したんだ。一か八かあんたにハッキングさせてみろって。そしたら。二度とそんなこと言ってみろ。ただじゃおかない。でも、それが一番効率。そんなことは分かってる。分かってるけど、そんなことゆずきにさせるわけにはいかない。ミノル様。
意外だったよ。あの M が目の前に美味しい情報がぶら下がってるのに手も出さないなんてさ。当たり前だ。ゆずきさんはミノルくんにとってただのパソコンじゃないからな。でもその方法を取らない限り回りくどいことを続けなきゃなんない。このままじゃまたいつ倒れることになるか。ミノルくんを楽にするためにはお前がもっと働けばいいんだよ。え、今までの2倍3倍働くんだ。サボらないように俺が見張る。ない。今晩俺泊まっていくよ。ミノルくんのことも心配だし。おい、ちょっと。お前の作業部屋はどこだ。行くよ。行くから話してくれよ。ねえ。寝ました。仕事しろ。本当のことしか言わないようにプログラムしたのはあなたです。やるよ、やりますよ。コトコは、いや、大抵のパソコンは嘘をつかない。それはそういうプログラムだからだ。じゃあさっきのゆずきさんは。私さえもっとお役に立てたら。もしあれがそうなら、それってなんか。ちいさん、秀樹が様子見てこいって。こっちは大丈夫ですよ。ゆずき？それはミノル様のお姉様です。お姉様？ゆずき違う？ええ、私とお姉様は違います。私はお姉様に似せて作られ、お姉様の様々なデータが入っています。でも、私とお姉様は違います。本当のお姉様ならきっと、もっとミノル様のお役に。もしちいさんが元諏訪様のお役に立ちたいと思ったら、どんなことでもしますか？どんなこと？例えば、自分が壊れてしまうようなことになっても。ちい、秀樹喜ぶと嬉しい。秀樹喜ぶなら、する！様子も変だぞ。こんなに電源が不安定では作業に支障がありますね。家のセキュリティにアクセスしてみるか。ん？どうした？妙だな。家の電力が全部一箇所に。書斎のシステムを誰かが使ってるな。書斎？ミノルくんの？ん？おいおい、こんな時間に誰だ？誰かが入ってきたね。ああ、おっと、こっちの防御プログラムを超えて侵入してくる。まさか、あの子？いや、かなり性能のいいパソコンではあるがな。接続する。ミノルくん、そこにいるの？無理しちゃダメだって医者に。元諏訪さん？ミノルくん、あれ、じゃあここを使ってんのは。ここのシステムを使えるのは僕以外に。ゆずき、ゆずき、そこにいるんだろ？え？ゆずき、ここを開けて。ミノル様。ゆずき、何してるんだ、ここを開けて。なんでゆずきさんがミノルくんに黙って。ミノル様。ゆずきさん？邸内放送の回線を使ってるんだ。小島様の割り出された組織のサーバーにハッキングをかけています。現在5段目のパスワードを解析中。やめろ、危険だ。不用意に解除したら防御のプログラムが作動する。私はミノル様のお気持ちを分かって差し上げられなかった。ユズキ、この方法が一番と分かっていても、私のことを考えてミノル様は。でもきっと
本当のお姉様なら分かって差し上げられた。何を言ってるんだ、ゆずき。なんでそんな。そうだよ。何言ってんだよ、ゆずきさん。お姉さんのデータが入ってるから、お姉さんになるためだったらどうなっちゃってもいいのか。それがプログラムなのか。なんか変だよ、そんなの。なんか私はお姉様のようにミノル様のお役に立ちたい。そんなの違うだろ。違うだろ、ゆずきは姉さんじゃない。解析終了、データダウンロード開始。ああ、乱暴な追っ払い方して。ジーマに誰かが入るなんて許せない。そう言うとやきもち焼いてるみたいに聞こえるぞ、パソコン同士なのに。ゆずき、気がついたね。ミノル様、皆様。無理しないで。一通りチェック終わったよ。とりあえず大きな故障はないみたいだ。よかった、びっくりしたよ、ゆずきさん。こいつが早めに焼き切れたのが良かったんだな。ご心配おかけしました。自己スキャンしてみます。うん。ミノル様。何？データの一部が損失しました。お姉様のデータです。あ、ミノルくん、お願いです、お姉様のデータをまた私に。他は？え、記憶領域が違うので大丈夫です。そうなら姉さんのデータは入れない。姉さんが死んで、でも僕はそれを受け入れられなくて、姉さんを忘れられなくて、いや忘れたくなくて、ゆずきを作った。僕が覚えている姉さんにできるだけ似せて。でもゆずきは姉さんじゃない。申し訳ありません。私が至らないせいで。そうじゃない。誰も姉さんの代わりにはなれない。だから、ゆずきの代わりもいないんだよ。私の代わりがいない。そうだよ。でも私はパソコンで。でも僕には、他のパソコンをゆずきと同じには思えない。たとえそれがプログラムされたものでも、ゆずきはゆずきだから。もう、姉さんのデータは入れない。姉さんと過ごした時間はこれからもずっと僕の中で大事なものだと思う。でもゆずきがいてくれた時間も僕には大事な思い出なんだよ。だからこれからも作っていきたいんだ。姉さんの代わりじゃなく、ゆずきとの大事な時間を少しずつ、たくさん。お姉様の代わりができなくてもミノル様のおそばにいていいのですか。僕は他の誰でもない、ゆずきにいてほしいんだ。ミノル様。ああ、すっかり朝になっちまったな。ゆずき。え？ゆずき嬉しそうだった。そうだな。ジーマ嬉しい。お？秀樹思い出って？ああ、そうだな。心の中に残る大切なものかな。でもデータみたいに簡単に入れ直したりできないもの。ジーと秀樹も思い出ある？ああ、ジー、データみたいに簡単に入れ直したりできないもの。やっぱりなんか。元沢さん。ミノルくん、もう大丈夫？いろいろ迷惑かけちゃったね。そんな、元はといえば俺が無理頼んだのが原因だし。大丈夫、調査は続行するよ。ありがとう。でもあんまり無理しないでくれよ。わかった。あ、これ。あ、うん、
ゆずきがさっきダウンロードしたデータの一部。ああ、あれ。後でちゃんと調べてみるけど、多分それ、パソコン開発者のリストだと思う。画像もあるんだけど、驚くと思うよ。管理人さん！管理人さん！いないのか。それって、開発の中心人物じゃないのかな。一体、どうなってんだこりゃ。日比谷さん。夜の街は静かで幸せ。そうだな、美味しいものをたくさん食べた時、予備校のテストでいい点を取った時、それから手をつなぐ時は、うん、手をつなぐ時も幸せだなって、なんでそんなこと聞くんだ。チーチー、ちょびっつ、次回チー着て脱ぐ、手をつなげばみんな幸せだ。